今回はボブのラインに少しレイヤーのついたスパイキーなスタイルをやってみたいと思います。80年代風のかっこいいスタイルになると思います。では行きましょう。まず耳上とバックボーンを一応水平に結び、このバックセンター、バックボーンの長さをコーム4分の1で影を作ります。これをガイドに上の部分を水平に真横にセクションを取ります。さっき作ったガイドに合わせて指2本分アップさせてセクションと平行にカットします。水平にセクションを取り、セクションと平行にカット、セクションと平行にカット、セクションと平行にカット。これから丸くもらっていきます。こちら側も同じようにセクションと平行にカット、セクションと平行にカット、同じように前のセクションと、同じ位置でリモアップ位置でセクションと横にカットします。同じ位置でそのままで、これは要注意です。移動しています。同じように水平ラインでバイコンセクションを取り、この丸に合わせて指2本アップされて少しずつ半歩ずつぐらい移動しています。頭の丸みに合わせて、ここまでイヤーツイヤーが来ましたら、シェーピングは意識はつむじから放射状にシェーピングをしていきます。つむじから放射状にシェーピングをします。そうするとこの丸い水平のラインのところがバックで決まります。それでは最後は左右の生え際の形に合わせて30度でセクションを取ります。セクションを取り、シェーピングはカットラインに垂直、セクションと平行にバックの長さに合わせて、バックの長さに合わせて、同じ角度で バックの長さに合わせてセクションと平行にカットします。指はバ
サイドのセクションがだんだんと幅が広くなりますので、バックのカットラインにオーバーダイレクションさせて、セクションと平行に落としていきます。セクションの幅がだんだんと広くなりますので、バックのラインにオーバーダイレクションさせて、中で爆弾を出して、オーバーダイレクションでカットしていきます。フロントの長さもここに指を当てて同様です。反対側もバックのカットラインに合わせてセクションと平行にカット、セクションと平行に指2本アップの位置でカットします。バックのカットラインに合わせてリアツリアの幅がセクションの幅が広がりますから、バックのラインにオーバーダイレクションして4人としていきます。セクションと平行です。セクションとバックします。オーバーダイレクションして指2本アップにして、バックのラインに合わせて指2本アップで同じようにかけます。バックに終わったりして指2本アップで、フロントの部分も先ほど反対側と同じようにフェースラインに指を添えて、そのまま同じ位置でこうならないようにフェースラインに添えてカットします。両サイドとも切り終わりましたら、バックの下のグラデーションのこの部分をシザーズオーバーコームで削っていきます。刃先を下にしながら、このまますくい上げて、カットしていきます。刃先が下に行った方が、より一番下のメープラインが短くなり、しっかりとラインが上がります。バックのこのウェイトラインに合わせて、下をシザーズオーバーコーンを使って取っていきますが、この時少し前に持っていきながら
をチェックします。斜め45度に前に倒して、このコーナーの側面をチェックします。コームを開けて、このままラウンドさせながら弧を描くように斜め45度にシェーピングをします。フロントのカットですね。イヤーツーイヤーと背際のちょうど真ん中、人間でいうところのフロントのへこみ部分をから目尻の上がった位置を三角に。目尻の上がった位置からハンドのへこみを結び、三角にベースを取ります。そうしましたら、三角の頂点のへこみの部分を、人間のフロントのへこみの部分をコーム4分の1でカットします。シェーピングは真上、このワイドに45度アウトにカットします。すべてその位置にセンターのワイドに合わせて、このホンダポイントでカットします。シェーピングは真上、本当にこの4分コーム4分の1の長さをガイドに45度アウトにカットします。フロントのへこみの長さをガイドにトップを40、これをガイドに、これをガイドに、シェーピングは真上で45度アウトにカットします。トドコケは全てカットします。反対側もこれをガイドに、右側にポンって落ちます。バイブセクションを取り、フロントのへこみの位置のガイドに合わせて、すべてその位置まで引いて、フロントのコミのガイドに合わせて45度に、向きを全部据えてフロントのへこみまで引いて、フロントのへこみまで引いて、
前髪フロントはセンターの長さを鼻骨の鼻先の上にある鼻骨の位置でカット、全てはその位置でカットしていきます。それで切り終わったら本経路をチェックします。サイドの軽さを少し出すためにテクスチャーを入れます。先のカーブに合わせて自然にラインを整えていきます。フェイスラインも